ハーボーン鉄道はイングランドの都市バーミンガムの都心部と郊外のハーボーンの間を結んでいた鉄道支線。この線の建設は1866年に承認されたが、その計画の内容はグレートウェスタン鉄道のバーミンガムウルバーハンプトン、線が通っていた双方とラパルを結ぶ単線の鉄道であった。ラパルにはヘールズ応援とブロムスグローブを結び、 モニュメントレーン駅付近でロンドンノースウェスタン鉄道にも接続する計画線が通る予定であった。しかし、この計画線の大部分は地主たちの反対で建設が見送られ、わずかに2プラス12マイルのモニュメントレーンからハーボーンまでの区間が建設された。工事には5年が費やされ、1874年8月10日にようやく旅客営業が開業し、 貨物は10月1日から業務が始まった。この区間には、イックニールドポート、ロード駅、ロットンパーク、ロード駅、ハグリーロード駅と、途中駅が3カ所設けられていた。本線から分岐して、すぐのところで深い切り通しを通っている、バーミンガム運河本線の上を越えていた。現在では、かつての鋼鉄製の桁橋を支えていた橋脚だけが、残っている。 この鉄道路線は独立した資本によって所有されていたが、列車の運行は最初から LNWR が担当しており、LNWR は旅客や貨物から上がる運賃収入の50%を得ていた。ハーボーン鉄道は全面的に単線であり、当初は路線上に常時一編成しか運行されない、いわゆるワンエンジンインストリームの仕組みが採用されており、平日には 毎日6往復の列車が運行されていた。スタッフ閉塞式の採用は1882年であったが、その後は1892年に電気通表機に置き換えられた。列車本数の増加に対処するため、1903年にはロットンパーク、ロード駅に交換線が設けられた。T コの路線は初期の通勤路線の一例であり、当初は大きな成功を収めたが、 それでも投資を回収することは困難であった。1879年には、管財人が指名され、その管理下で、その後21年間の運営が続けられることとなった。最盛期の1914年には、朝5時35分から夜の11時15分まで、1日に27往復の旅客輸送列車が走っていた。バーミンガムニューストリート駅から、 ハーボーン駅までの所要時間は16分ほどであった。列車を牽引していた機関車は通常はフランシス・ウェップが設計したウェップ2から4から 2t や LNWR0 から6から 2t といった LNWR ウェップコールタンク機関車であった。1923年、ハーボーン鉄道は1921年鉄道法に基づく鉄道会社のグループ化によって 列車を運行していた LNWR ともどもロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の一部となった。バスとの競争が厳しくなる中、バーミンガムニューストリート駅への乗り入れ混雑でしばしば運行が遅延し、乗客数は減少していった。1931年にはイックニールドポート、ロード駅が廃止され、他の駅も1934年11月26日を もって廃止された。その後も特別列車が運行される機会はあり、1950年6月3日にはスチーブンソン蒸気機関車協会が仕立てた特別列車が運行された。1959年にも SLS による特別運行としてミッドランド鉄道のミッドランド 2F ズ2両によるに従連運転が行われた。旅客運行の廃止後も、 元のスタッフ閉塞式に戻して貨物輸送は続けられ、ハーボーンにある各種の事業所やミッチェルズバトラーズのケープヒルのビール醸造所がこの路線を利用していた。第二次世界大戦後はほとんどの貨物列車がミッドランドに f 塚、LMS、イワットクラスに2から6から0で運行された。しかし貨物の営業もやがて道路輸送との競争に敗れ、 1963年11月4日をもってこの路線は完全に廃止された。直前の1963年11月2日には SLS の特別運行が2両の LMS、イワットクラス2、2から6から0による10連運転で行われた。その後、線路跡の一部を歩道として整備したハ,ハーボーンのパークヒルロードをまたいでかかっていた。 鉄道橋はそのまま残されており、1994年に改修されて、ハーボーンウォークウェイの新たな入り口となった。ありがとうございます。